おはようございます。成田です。月曜日、さあ皆さん、今日から頑張りましょう。週末に向けて。さて、えー、とデンマーク、ブルーンラスムスセン、2023年、最後の鳥を取るデザインのオークションがアップされてますので、本日は解説していきたいと思います。では早速見ていきましょう。最初はシルバーのものが出るんですけど、少し難しいですよね。 何せヘニングコッペル、綺麗なもののセットが出るんですけど、エスティメートで200万以上でございます。ヘニングコッペルのね、メインになるようなピッチャー、水差しなんかも300万以上ですからね。この世界は少し危ないですね。本当のとんでもないお金持ち以外は足を踏み入れられないものでしょう。さあ、この辺から行ってみましょう。アクセルサルート。まあ、一番わかりやすい634番。 こういうねあのフルーツシェイプ出てるんですけどもこれはまああのサルト1個目としては非常に良い,いと思いますやっぱね僕デザインのものをコレクションするときにあのそのデザイナーのメインになるものを最初に手に入れるのがいいと思うんですよねそれでそこから発生させてレアなものに行くかより 高いものに行くかそういう感じだと思うんですけどもまずは入り口っていうのはね僕はあんまり考えなくてまずは一番メインになるものピンウールだったら45番53番あたりを買ってみるハンスウェグナーだったらザ・チェア買ってみるそんな感じがいいんでしょうねサルト今回まとまってまあ、いつもの通りなんですけどレアなのまあレアというかまあ もうデンマークで見るとレアっていう言葉がつかなくなっちゃいましたねサルートはたくさんあるんですかねまああのこの先日のハンス・コパールーシー・リー見ちゃうと北欧陶器がいかに安くて買いやすいかっていうの分かりますよねこんなもんね非常に珍しいものですよ20センチあるサルートなかなか見たこともないですよ6万クローネ 120万ぐらい全然いけますよね頑張ればあボイデル・マンツー出てきてます3 8センおっきなものですねまあねマンツの作品ってね見ての通りね何でしょうこう落っことしにくいからね <laughs> なんかちょっと安心ですよねサルートとか倒しちゃったらどうしようとか思うんですけどね そういうところが庶民ですよね倒しちゃったらどうしようなんて思うあたりがはいこの辺から家具来ましたハンスウェグナー684番とても安楽性の高い椅子実はピーコックチェアも同じ角度でできてるから座り心地的には同じなんですけどもやっぱり ロープとクッションの椅子の方が長く座ってられますねなぜか人気のないピーコックチェアもうちょっとね頑張ってもらいたいですよねこのセット691番 JH501 これ注目じゃないですかね座面と背もたれ等のバージョンはよく見るんですけど座面と 背もたれチークなぜこの背もたれチークがいいかっていうとハンス・ウェグナーのこの椅子の特徴であるフィンガージョイントが見れるからですよね遠編み背,背中も遠編みだとあのフィンガージョイントがね見れないんですよねはい692これはレアですねブラジリアンローズウッドのスツールが2個セットで出てます はいその隣のベアチェアーこちら爪がローズウッドまあね推測ですけどもこのベアチェアーと692のオットマンそれともう一脚ベアーがね出てるんですけどねあれどこ行っちゃった それがおそらく同じ方から出てるんじゃないかなって僕はね推測できるんですけどどれも非常にいいものだと思いますで盲艶線ハンティングチェアがね続きますねちょっと古めのハンティングチェアいいですね、まあ、今盲艶線流行ってないですね全く効かないですね盲艶線探してくれとかちょっとやっぱりね古臭いんですよねはい7ディッツェルの ビッカーチェアー、僕はこれ結構ね、好きですね。<laughs> 可愛らしいんですよ。ナダディッツェル独特のこの丸み、やっぱいいですね。ポール・ヘリング線レアな壁掛けの照明が出てきまして、はい。デンマークでアルバー・アールトを落札すると、安く落とせる可能性があります。ということで、これはチャンスロット出てきました。 ポール・ヘニング・1000のスツールが出てきて、はい、これはレアですね。713番、レアというか、まあ、原稿品がないですよね。ルドラ・スムッセンから出ている、ゴール・ケア・ホルムの、えー、とアカデミー・デスクでしたっけ。これはいいですね。PK11 番とセットアップしてほしいですね。はい、718、719。これ、初めて見ましたね。コードラーセンの セッティとイージーチェア2つちょっとねアバンギャルドな <laughs> カラーリングですねまあいいか悪いからご判断くださいはい出ました皆さん大好きフィンユール FJ53 番はいこちらはスタンプあり 同じく724これはセットだったんでしょうねセッティが出てますそして725726フレームで出てますね先ほど見たんですけどマークはなしマークはないって言ったってねそんなことぐらいですからね気にするなって感じがしますよね <laughs> 727番初めて見ましたフィンユールバーブブブルーユニークオークダイニングワークテーブル 1936年の作品、まあ、36年ぐらいのものってまだまだフィンゆルらしさも出ないというかまあなんか僕はあんまりこうグッとこないんですけどもまあレアって言ったらレアなものなので欲しい方いましたらぜひチャレンジしてください500万ぐらいロット7 3 0 ボビル系の55番ソファーこれはねポエトより実はね座り心地がいいんですよクッションの厚みがあってはい731番 BO の46番でしたっけ64番でしたっけまあよくあるクロスレックイージーチェアですね737番ゲタマの デイベッドあデイベットじゃなくてシェズロングえー、っとねこれは実際僕は座り心地が一番ウェグナーのこういうタイプの椅子の中ではいいと思いますあこれですね741番先ほどのものとセットアップだったんじゃないですかねなんか同じエキシビジョンに出されたとかそういうことが書いてあるんですけども1950年代から60年代に作られた椅子ということが間違いないと書いてあります まあ、ベアが家に2台あるって、ちょっと結構、ちょっと結構ね、すごいボリューム感ですけどね。742番、4オッソン、レアですね。初めて見ました。4オッソンの照明、かっこいいですね、これ。これなんか本で見たことありますね、僕、昔。実物は初めてオークション出てくるんじゃないでしょうか。はい、744番。 JH じゃなくて PP ですけども、701が10脚セット。これ確かね、あのー、丸テーブル、円卓出てましたね、どっかにね。それと多分セットアップ、その円卓が確か244センチまで拡張できるタイプで、10脚で囲んでたんじゃないですかね。かっこいいな。 あ出ました770番「カインダーラーセンのスツール」いつかいつかはと思って20年の椅子です <laughs> もうちょっと稼げたら買うんだけどなこの辺はちょっと古典的なものが出てますね古典的すぎてね今ちょっとなかなか引かれないですね801番 モエンスコーのキャビネットこういうのはね日本のタンスに影響されたであろうね非常にこれはね綺麗だと思います8 1ああ幅7 6ンチ奥行き5 5ンチサイズもね可愛らしいですねただ何入れていいか分かんないですねフィンユールベンチが出てきてポール・ヘニングセンの PH グランドピアノ これれはあでですすねマススターピーピ、ね、おお価格も2200万円はい出ました久しぶりに出ましたボールヘニングセンピアノランプしかもくるっと巻いたバージョン一番これが上級バージョンですからねうん素晴らしい久しぶりにいいの出たんじゃないですか もう pH もねあのー、シェード割れちゃったりして2個13個1とかなってるもの結構多いんですけどねまあそんなの気にしてたらキリがないですよね久しぶりに見たなペダームースこれはねほんと作りがね日本の指物に通じる素晴らしいものがあるデザイナーさんキャビネットメーカーなんですけどもすごいですよこの技術力っていうのは細いんですよね線がね はい、フィンユール FJ45 フレームが出てきました。何ですかね今回、貼り替えるの断念しちゃった人がいるんですかねニュールスボッター、スタンプがあります。ご安心ください。綺麗にうちでは貼り直しができます。 811番 FJ45 番8万クローネ826826230万円ぐらいまあ送料入れて300万うんちょっと高いな45はアメリカで見つけた方がいいと思いますそれにねなんかねあのー、これは本当個人的な意見ですよいい悪いは別としてあのー、張り替えられちゃって 第45番って味気なくないですか？なんかま皆さん綺麗なものがいいというのはわかるんですけど、フィンのものってやっぱ張り替えてすごくこうかっこよく使うんですけども何でしょう？綺麗に仕上げるんですけど、僕それなら現行品でいいと思うんですよね。僕はね。なんかもうフィンのものでもちょっとこう。古びちゃった。そういうなんか？ やれた感じの45番とか最近見ないじゃないですか？ああいうのをね見てみたいですよね。この前のえっ、ー、とどこだっけ？サザビーズで出たような。二脚セットとかの生地がもう擦り切れてるんだけど、オリジナルのファブリックがついてるとか、そういう方をね。僕はもっと評価してなんだろう。 見てみたい気はしますよねそういうのをねあのデンマーク家具ではなくてそれこそジョージ・中島のものと合わせたりフランク・ロイド・ライトのものと合わせたりイタリアンのちょっとエレガントのものと合わせたらめちゃくちゃゃくかっこいいと思うんですよねもう日本のフィンユーラーはねもう本当にフィンユーラーフィンユーラーフィンユーラーフィンユーフィンユールで揃えちゃって。 pH ランプを吊るすとか昔のお部屋を見てるみたいで気持ち悪いんですよねなんかねそうじゃなくて僕もっと違うかっこいいフィンユールの使い方を提案していきたいんですけど誰も賛同してくれないですまあもう別に僕は北欧専門店じゃないからいいですけどねはい816番この前の椅子売れ残っちゃいましたねちょっとエスティメート落ちで出てますチャレンジしてください はい、ポール・ケアホルム出てきました。デイベッドにやれ,やれた、使い込んだ感じの22番。そして PK91 のホールディングスツール。古い方のメーカー、コール・クリステンセン、キャンバス。いいですね。キャンバスの、なかなかね、かっこいいんですよね。 はい、ナチュラルレザーのこの辺はお,ちらおそらくフリッツハンセンの新しいものでしょうあ違うはずですねコールクリステンセン張り替えたんでしょうねいいですねこの値段張り替えられてこの値段で全部これセットアップしてもそこまでとんでもないお値段にいかないですねいいんじゃないですかこのケアホルムのセットははいこれじゃないですか 今回のまた注目のロット、バーブロ・ニルソン、カーペット、いや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 、約500万円、285センチのサークルですね。ああ、いいですね。素晴らしいものだと思います。 はい。以上になりますね。まあ、デンマークらしい。まあ、これといって何か特別なものがあるというわけではないんですけど、今回注目は、僕はやっぱりピアノランプかなと思います。久しぶりに見ました。どっかのオークションで僕が解説したので、すごい pH がダダダダダーって出て、ボナムスか。 あそこにも pH ランプのピアノは出てなかったんでこのオークション何を手に入れようかな予算500万ぐらいでって思ってる人はピアノランプ一択だと思います。 まあ他にもね、フィンュール、張り替えベースのものとか、ちょっと変わったフィンュールを皆さん作ってみませんかって僕は悪魔のささやきをしてみるんですけども、何せ良質なものが出品されていると思います。ぜひ皆さん、オークション代行ご利用ください。ではでは、今日はどうもありがとうございました。失礼します。